皆さんこんにちは、もえこです。今日は私の実際の1週間コーデを披露しようと思いましてやってまいりました。もえこです。秋の1週間コーデっていうことで、最近ね、なんかちょっと寒くなってきたので、ちょっと早いよねって、1年早すぎないっていう話もあるんですけど、最近着てる服をご紹介いたそうと思います。こだわりはね、最近は同じ色のなんていうの、黒と黒みたいな感じで、上下白と白みたいな感じで上下合わせるのがハマっておりまして、そういう感じの感じが多いでございますっていう感じで、1週間コーデなので7日間のコーデを紹介していこうと思います。スタート。こちらがね、さっき言ってた色合わせ、あ、見てこれも可愛くない、このドゾタウンで購入した丸がいっぱいついてるやつで、これは実際ね、さっき言ってた上下同じ色で合わせるっていうので、どっちもパープルで合わせてみてる合わせて、あ、まぶってまぶって、パープルで合わせております。上下どっちも GU さんで、すごいねお気に入りで、このスカート、GU さんの購入したばっかりのショートブーツ合わせております。これね、問題はね、このね、ニットすっごい可愛いんだけど、結構薄めで、お腹のポンポンがね、今はまだ大丈夫なんだけど、食べたらねお腹のポンポンがポンポコリンポコポンポンポンなのよ。それが困っちゃうっていう難点があります。ちょっと1週間コーデなんで、結構ポンポコポンポコを紹介していきたいと思うんですけど、これのこだわりポイントは、ちょっと女子らしさも兼ね揃えつつも、このね、パープルでちょっと女子らしさがあるじゃないですか、この薄いニットの感じがね。これ結構お気に入りなんですけど、今ちょうどいい季節ですね、これぐらいのニットが。でもなんかここのこのレースのさ、このちょっと変わってるじゃん、この切り返しのまっすぐじゃない感じがさ、とこの白いブーツでおしゃれさも演出しているわよっていう試みなんですけども、それが伝わっているかは分かりません。ただ私がこれは結構好きなコーデでございます。現在どうかしら、こんな色合わせコーデ可愛いよね、今ハマっておるんです。こちらがこの間結構ね寒い時があって、もう結構ね風がめっちゃ強かったんで、寒いぞこれはと思って外に行く予定があったので、こちらちょっと分厚めの GU さんのニットなんですけど、でこれが島村さんのふわふわチュールスカートって感じなんですけど、これもさっき言ってた色合わせみたいな感じで、黒と黒でクールに決めた感じで、ちょっとおしゃれな感じでやっております。イメージはなんかパリのよく言いすぎよく言いすぎって感じなんですけど、パリのイメージでございます。パリをねこうやってフランスパンでも抱えながらこうやって歩きたいわねって言って、セーヌ川のほとりを、そういうイメージでやっておりますね。こちら可愛いよね、これね、バッグがね黒でもいいし白でも合うだろう何この座り方かっこよ、かっこいいかよって、バッグがね白でも黒でも合うと思いますっていう感じのバッグコーデです。お上品なねツイード生地というか、このゴールドのねボタンがポイントですね。アクセサリーはさっきと一緒なんですけど、ポイントは結構お上品に仕上げてるんですけども、下をチュールにすることでちょっとなんていうの、お上品すぎない感じで、このブーツもそれに役立ってると思うんですけど、ちょっとなんか隙間を作るというか、余白を作るというか、キメキメすぎずっていう感じがポイントでございます。この色合わせコーデマジでおすすめだから、みんなもぜひやってみてほしいやってみてほしい。で最近は私チュール生地に結構ハマっております。チュールスカートってなんかもっとブワってなったやつだと結構派手派手になっちゃうんだけど、これぐらいの大人しさだと結構普段着に着ても別に目立たないかなって思っております。そう、私最近黒にもハマってるんですよ。黒可愛いよね。そしてお次はなんか受付の人みたいな感じに見えますけど、下を見るとね結構違う感じなんです。これね全部 GU さんなんですよ。なんかもう GU さん縛りみたいになっちゃってるんだけど、これシャツもこのタッチトップじゃないわ、何これ、このよくわかんないやつと、このスカートと靴も全部GUさんです。こんな感じで、これね下ズボンでもいいと思う、ジーンズとかでも全然可愛いと思うし、ヒールと。でもなんか今回はちょっとスカートに、この間着てたのでスカートにしてみました。これぐらい着てるとね、まだカーディガンはいらないかなって感じですね。おすすめポイントは、これもね結構色を合わせてる、白と黒しか使ってないところなんですけど、それでもなんかちょっとクールになりすぎず、マーメイドスカートにすることによってちょっと女子っぽさを出してるかなって思ってます。あとここのヒラヒラがね、なんか女子っぽさ出てて可愛いなと思います。これパールがねすごい似合う感じ、ゴールドのこのボタンとすごいパールが合うかなって思ってます。でこれ可愛いのが、後ろがね編み上げ、見えるかな、編み上げになってるんですよ。でもこれは全部隠して見えないって言ってね、可愛いポイントのくせに見えないっていう話なんですけど、私はねここはねなんかね最後まで締めるとなんか苦しそうですけど大丈夫ですか、締められてますけど平気ですかみたいな感じになるんで、
開けてます。このねシャツ私そんなに得意じゃないんだけど、これはねここのねここが気に入ってて使ってるんですよ。く可愛いよねこの出てるところが。でこちらが結構秋っぽい色のみたいな感じで、秋っぽい色でコーデしてみました。こちらはこちらはね最近着てすごい可愛くて、これは上はシーンさんで下はジーユさんのスカートです。このスカートね本当にマジで形が可愛いのよ。でポケットがついてるのすごいお気に入りで、私こんな感じでめっちゃおしゃれな感じ。このトップスもすごい気に入ってて、こことここの生地がね、ここは中はニットで真ん中はニットで、この腕のところはあのなんかなんて言うんだろう、これサテンじゃないけどなんかこうちょっと薄めの生地みたいな感じで、そんなに暑くないんですよ今の季節でも。私結構こういうオレンジベースみたいなやつあんま着ないんですけど、時にはいいかなって感じで、秋っぽいので秋っぽいので時にはいいのかなと思って着てみてます。でもこういうのだと口紅もちょっとオレンジっぽいとか、なんて言うんだろう、オレンジベース黄色にしても可愛いかもしれないと思ってます。イヤリングはねずっと同じやつつけてる、最近これがすごい気に入ってて、これもね結構ね黒のバッグとか茶色のバッグとかが似合うと思ってて、これのポイントはもうねザ女子イエイみたいな感じを前面に出してる感じなんですけど、でもブーツが結構そのなんでボーイッシュなわけじゃないんだけど、結構なんちゅうのもうブリブリって感じじゃないから、ブーツにすることによってちょっとなんか、でもねこれなんかあのカーキとかのミュール履いても絶対可愛いんだよね。もうそれはもう 100% 女子です、キュルルンピリリンみたいな感じになると思うんだけど、そういうのにしたい日はそれですごいいいと思いますっていう感じで、このなんていうの茶色みたいな色と白の合わせてすごい好きで、あのパールとかとね合わせても絶対合うし、超可愛いよねこの腕のとこがすごいお気に入りポイントです。ちょっと大人よねみたいな感じで、すー息するとこ間違えてる。そしてこれは結構私にしては珍しいコーデで、これはねジーユーさんの、シャツと、島村さんのインナーというかね、これタートルネックの長袖なんですけど、とあとユニクロの、ちょっと待って私これ前後ろ逆じゃん。こちらはね公園に行くときに、あの汚れたくなくてっていうか動きやすいようにしようと思って、ちょっと寒さもあったんでこの上も着てこういうズボンで行きました。汚れてもいいズボンの感じで、ちょっとかっこよめので、普段はね結構こういうねなんかダラリンチョみたいな格好も結構してたりはするんですよ。まあこういうのもクールめも好きっちゃ好きなんですけど、ちょっとね1週間のうち1回ぐらいはねこういう日もあってもいいんじゃないかと。ピクニックとかね、ほんとそれこそ行くときは、まあ秋ちょっとねもう寒いかもしれないですけど、外でね本読んだりするのが好きなので、こういう楽な格好で出かけれるのも結構好きでございます。でも緑の色が結構春っぽいんだよね、ちょっとね秋にはちょっとあれだったかもって今思うんだけど、ちょっと色浮いてるかもって思うんだけど、これ脱いでもね結構ね可愛いんですよ。このビロビロのズボンが意外と履きやすくて、あの汚れてもいい感じの素材なんで、結構楽に履けるのがいいなって思ってますね。そうだよねこれ色ちょっと春だよねとか今反省するっていうね。あれでも可愛いと思う、チェックのさ、よくあるさ、もうちょっと分厚めのチェックのシャツを羽織るのでもめっちゃ可愛いと思います。こちらは昨日着てた服なんですけど、あのこの白のブーツに合うもんはねえかって探してたところ、このワンピース、あのシーンさんのワンピースなんですけど、これねめっちゃ楽でね、あのお腹を締め付けないので、これリボン通しても可愛いんだけど、私はなんかこう締め付けられるのが昨日は嫌だったんで締め付けられたくないわ今日はって思っちゃって、リボンをねつけたらもうちょっとなんかカジュアルめというよりかはもうちょっとこうきっちり系みたいな感じに、しっかり系みたいな感じになるんですけど、リボン外してきても結構カジュアルな感じになって可愛いんですよね。これねこういう感じでちょっとなんかここ段差になってますよみたいな、こういう感じでワンピースも時々着ています。ポイントはねなんかちょっとワンピースだけど綺麗めも入れつつもちょっとカジュアルめも入ってるところがめっちゃ好きです。でこれ丈がねブーツに重ならないのがまた可愛いんだよね、ちょっとだけ肌が見えるっていうね、でもそんななんか太いとこ見えないみたいな、ふくらはぎとかは見えないのが可愛いと思ってます。で最後にこちらがこの間ちょっと暑かったので、このレースのひらひらのタートルネック、これアースさんです。これはジーユさんのなんかねこれ確かねカーディガンとセットのやつだったんだけど、ニット生地のタンクトップいつも分かんないんだけど、これなんだっけ、いつも忘れる、このこれねこれを着て、あとこれジーユさんのこの間購入したちょっとカジュアルめスカートを履いております。クシクシのこだわりポイントはこれ、ここなんかちょっと幽霊みたいになってます。可愛くない、ハロウィンだよって言って、ハロウィンですって感じで
アピールしてますハロウィンの季節を。この普通のさタートルネックだけだとさちょっとさ普通じゃん、普通っていうかなんかカジュアルじゃん。だから私はちょっとここで幽霊感を出してます。レースにするだけでもね結構違ったりするよね。ちょっと二の腕は太いです、太いです。これでね結構ねカジュアルになるから、このスカートでこのね茶色とカーキの合わせも私は結構好きで、そう白もね入れつつ、なんかこの色だったら結構どんな色のカバン持ってきても大丈夫な気がするんだよね。なんか肌色っぽいカバンでも絶対可愛いし、黒でも絶対可愛いしさ、いろんなカバンが合うと思いますっていう感じで1週間コーデをやってみました。私が最近着ている1週間コーデでございます。ちょっとね最近温度差が結構待ってということで今日も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ちょっとでも参考になってたら嬉しいです。ほんじゃーまたの、バーイバイバーイ。Thank you.